東京都立航空工業高等専門学校はかつて東京都荒川区南千住に存在した公立高等専門学校。設置者は公立大学法人首都大学東京であった。英語表記は東京メトロポリタンカレッジオブエリノーティコルエンジニアリングである。学生や近隣住民からは航空高専、高専等と呼ばれていた。2006年度に 東京都立工業高等専門学校と統合をされ、新たに東京都立産業技術高等専門学校が誕生したことで、都立航空高専は2010年3月に閉校した。学生の所属はないが、蒸気学科のほかに一般教養科目を担当する一般科があった。東京都立航空工業高等専門学校前景南千住。 駅東口より都営バス四46で都立航空公線前停留所まで8分。停留所からは、ドホレー粉体育系の団体は、アリーナ胸、文化系の団体は、部活胸に部室があり、多くの学生が部、サークル活動に参加をしている。鳥人間コンテスト選手権大会での3位、入賞経験がある人力飛行機研究部やアイデア対決。 全国高等専門学校ロボットコンテスト全国大会優勝ロボコン大賞受賞経験のあるロボット研究会などが有名である都民であることが入学条件となっている都立高専であるため学生寮は設置されていない見晴らしの良い全面ガラス張りの食堂が実験棟2階にある他屋上にヘリポートがあるありがとうございます